はい、皆さんこんにちは。フィットネスメンターのヒロです。ここもご視聴、ご筋トレありがとうございます。今回はプッシュアップ&スクワットのプリズンスタイルをやっていこうと思うんですけど、このトレーニングはめっちゃシンプルです。腕立て伏せをまず1回します。その後にすぐに起き上がってスクワットを1回します。そしてその後すぐに休憩を挟まずに腕立て伏せを2回して、すぐに起き上がってスクワットを2回します。で、これを連続してどんどん回数を増やしていくんですけど、最終的に腕立て伏せが10回、そしてスクワットが10回になるようにしていきます。はい。で、このトレーニングはもう最後までできなくても全然 OK です。まずは自分のもう限界、自分の限界までやってみて、また次挑戦するときに1回でも、もう 0.5 回でもいいから多くできるようにトライしてみてください。それじゃあ、成長しちゃいましょう。Let's work out。 さあ、ここからは筋トレ実況者のヒロがお送りいたします。まずは腕立て伏せ1回からやっていきましょう。そしてすぐに起き上がってスクワットを1回やっていきます。さあ、ここでフォームのチェックをしていきましょう。頭から足までを一直線にしたまま体幹を固定して、肘で地球を押して腕立て伏せをしていきましょう。その後にスクワット、体幹しっかりと固定したままお尻を後ろに突き出すようにして、膝つま先が同じ向きです。かかと重心で筋肉で支えて筋肉で持ち上げる。常に筋肉でやってください。さあ、そのまま行きましょうか。今回も成長しまくって強くなりまくっちゃってください。ついでにかっこいい体も手に入れちゃいましょうよ。さあ、今回はマジで限界突破行きましょう。できるだけ休憩を挟まずに、あえて追い込んで、あえて強くなってください。そのまま体幹はしっかりと、体幹もあえて固定したまま、しんどいと思うんですけど地球を本気で押してください。スクワットもできるだけ筋肉を使って、かかと重心で後ろに突き出すようにして限界突破いきましょう。さあ、ここからですよ。戦いはマジでここからです。しんどくなってきた、きつくなってきたからが筋トレのスタートなんですよ。成長するか成長しまくるかは、ここで頑張るか頑張りまくるかによって変わってきます。ぜひ頑張りまくって、成長しまくって、強くなりまくって、かっこいい体を手に入れちゃってください。いくぜ。ここからきつくなってきたところから追い込んでいきましょう。いい感じ。スクワットもしっかりと深くしゃがんでいきましょう。あえてきつく、ここできつくあえてすることによって成長、強さ手に入れることができるんですよ。さあ、成長しまくって強くなりまくっちゃいましょう。絶対にいけるんですよ。行きましょう。見せてください、あなたの本気を、今ここで。さあ、行きましょう。スクワット、限界の向こう側へ、絶景を見るために一回一回を本気でやっていきましょう。いい感じ。そのまま追い込んでいきましょう。ラストですよ。ラスト10回のプッシュアップ、地球を本気で押してください。地球をグッと押して、ここまで来たら最後までやりきる。絶対に。行きましょう。ラストスクワット、体幹を固定しながら地球を蹴り上げてください。いい感じ。ラストあとちょっと、頑張っていきましょう。達成感という絶景を見ましょう。よっしゃー、ナイス。マジで最高のトレーニングが今日もできましたね。お疲れ様でした。地球がジム。